20年ぶりとなる新しい紙幣の発行が始まりました。新一万円札の顔となる渋沢栄一の地元、埼玉県深谷市にある銀行から中継です。はい、こちら埼玉りそな銀行深谷支店では、ご覧のように職員がですね、渋沢栄一カラーである藍色の T シャツを着て対応に追われています。このあと新紙幣との両替が始まるということで、利用客増え始めて今店内ごった返しています。この店舗では新紙幣の両替が始まるのは午後1時ごろになる予定ですが、さいたま市にある店舗では午前10時にすでに始まっています。率直にかっこいいなと思いました。会社行くついでに交換しようと我先に行きました。新紙幣が発行されるのは20年ぶりで、1万円札は福沢諭吉から渋沢栄一に、5000円札は樋口一葉から津田梅子に、1000円札は野口英世から北里柴三郎になります。偽造防止のため、肖像としては世界初となる 3D ホログラムなどの最新技術が導入されています。なお、これまでの紙幣も使用できるので、政府は使えなくなるといった詐欺行為には注意を呼びかけています。こちら午後1時から始まる新紙幣の両替の専用窓口となっています。これまでにすでに新紙幣の両替はおよそ60件予約が入っておりまして、予約客にはこのような封筒が特別に配られます。中には渋沢栄一との言葉が書かれています。できるだけ多くの人に新紙幣が渡るようにと、新紙幣の両替1人10枚までになっているということです。